皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日も人工知能、AI について考えていきたいと思います。最近ですね、このようなニュースを見ました。人工知能が人の目の代わりになる文字と画像を識別、比較して間違いを見つける構成システムというものです。 私はですね、以前出版社に勤めていたこともあってですね、まあ、構成といってですね、書かれている文章とかを、まあ、直したり、間違いを見つけるっていうことに関して、まあ、ちょっと関わったりとか、まあ、そのような仕事の内容についてよくわかってるんですけど、まあ、この構成っていう仕事はですね、なかなかね、実はですね、集中力がいったり、時間がかかったりするんですね。えー、なぜかというと、まあ、人間が目を見てですね、間違いを見つけているときに、 ついついですね、一つのことにとられるようになってしまう。例えば、なんか、その、例えばらぬ、ラヌえラヌキ言葉でしたっけ、えー、っていうのが、 あったときに、そういう間違いがあったら、そういう間違いを気をつけなきゃと思って見ていたらですね、あの、他の間違いのとこを、えー、ついついスルーしてしまったりとか、えー、してしまうんですね。で、どうしても人間っていうのは、いろんなことに関して、こう、同時に複数のことを考えるってことが、あの、平等にはできないので、ついついこう偏ってしまって、あれと思って、あ、そういえば、その漢字の間違いについてチェックしなかったなと思ったら、もう一回見直すみたいなことをしてしまう。でも、それは、 え同時にいっぱいのことをしなきゃいけないので、なかなかそれがですね、難しいので、構成っていうのはなかなかね、素人さんではできないという、結構職人技であるわけです。まあ、このような仕事っていうのは、まあ、人工知能においては、その、えー、間違いを見つけるとかっていうことに関して、同時にね、えーまあ、100も200も、えー、その、えー、写,写真をね、えー、文字を見分けるってことができますから、そのようなですね、なんかこう感情に、 揺さぶられたりとか、変なものに取られたりするってことがないわけなので、おそらくこれはかなり精度が上がってくるんじゃないかなっていうふうに思います。そうすると、まあ、最終チェックはまだ人間がするにしても、途中のですね、まあ、あの、一向、二向、三向って言って何回もね、構成するんですが、そのほとんどの部分は、もしかしたら人工知能に変えていくことができるかもしれないと。そうすると、例えば、 えー、三人でやっていた構成の仕事が一人で済むようになってくるということですね。そうすると、構成の仕事は奪われるっていうことは、ちょっと間違いに、間違いない事実かなというふうに思います。まあ、そのような形で、まあ、糸、過渡期はですね、あの、いきなりゼロにはならないんだけど、少なくともそのように何人か関わっている構成みたいな仕事っていうのは、えー、何人か失ってしまうっていうことは、 今後ありそうな気がしますね。えー、すごい時代になってきたなっていうふうに思います。えー、今日は構成という仕事に関してですね、人工知能 AI で考えていました。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。